ははいどうもこんにちはハッキーですえ今回はですね何をやりたいかと言いますとせっかくね新しい島に来れたということでこの機会にねもう自宅をね増やしたいと思います家をね今買える家を全部買っておきますでですねこっちの島も一応行けるんですけどここまでねこの町行けるんですけど買えないんですよねこの赤い家が見えるようになのでまあこっちですねこの田舎の部分とこのロスサントスの方ですね 名具体的に言いますとこ,のこれがロスサントスって言う,うらしくてここはロスサントスでこっちがレッドカウンティでこっちが、えー、フリントカウンティでここら辺がウェットストーンまあフリントカウンティとロスサントスですね大きく言ったらの2つで自宅をね買っていきたいと思いますでは早速自分の家の近くにある 家から買っていきましょうで、まあ、家の大体の内装をこう一つ一つ見ていくというね粋な企画をしたいと思います今回はまあこ,これは田舎の家やから結構錆びれてるイメージあるけどなこの家に関してはじゃあ買えますね2万ドル2万ドルしますよ皆さん行きますはい買いました プロパティボート。家購入完了。じゃあ入っていきますね。セーフハウス。おーなるほど。ああ、やっぱり。もう想像通り。もうマジで。マジで想像通り。もう田舎の家って感じですね。うん、ベッドもすごい寂れてる。オッケーです。 まあこんな感じでねしっかり進めていきましょうか、まあ、外装もね、あのーまあ、おまけ動画として撮ってるんでゆったり見ていきましょうかこんな感じですねなんか家っていうよりかはなんかもう小屋みたいな感じですねうんじゃあ次のとこ行きましょうか次はねここですねこここの緑の家この周りはもうここら辺はね ここしかないですもうここフリ,フリントカウンティーですかねにはもうここしかないです家はなのでそっちに直行しますまあこれ割愛すると思いますはいはい着きましたねえここですねここは結構でかいですねここもね結構来にくいんでで今見たところここも地名的にウェットストーンっていうらしいですねおお何か道がすごいことになってるなんかうんよし ここですねここも結構来にくいんでね、買っとく価値はありますよね。買っといたらここでセーブできて、スタートできるっていうね。よし、ここは何もするんやろ。1、10、100、1 0 10万。10万ドル。じゃあ、早速買えます。ほい。はい。プロパティボート購入完了ということで。じゃあ、中入っていきますか。結構広いから。 ここは楽しみやな。え？いや同じ回？同じ回 <laughs>？え？?2 回あるんちゃうのこれ？あないんか。なんや。でこっちはクローゼットなんで同じなんですよね。結局。ほらクローゼットはもうどこも共通っていうね。うんそういう世界です。ここは。どんだけ高級な家でもどんだけ寂れた家でもクローゼットは同じと。 多分そういう仕様ですね。じゃあ軽く外観見ていきますか。外観ね。主要最高面とか見ます <laughs> 南向きとか。ここら辺はじゃあちょっとこ,こう行って。あれですね。なんか農家って感じですね。農家買いましたみたいな。風車みたいなのあるやん。すげえな。 で納屋みたいながたくさんありますねその分家にしてほしいけどなこっちとしては納屋建てられても使いようがないっていううん全部ナヤナヤですねはい OK ですじゃあ、えー、次は田舎を抜けまして田舎も全部購入したはずなんでうん買ったなじゃあ次はこっちの田舎ですね <laughs> はいこっちの田舎行きましょうじゃあ こっちの田舎行ってこう行って田舎買いましての都会最後買っていきましょうかはいじゃあ次の家まで割愛しますはい着きましたよどこやこれかこのさびれたアパートかどうやって買うのこの中に入らなあかんのかな買うにはおうおうおうおあこれかこれか 1> あ安っ1万じゃあ変えますねうい買えましたよなんか前に自販機ありますね自販機よしおお同じやなやっぱりなんかやっぱ田舎のデザインと都会のデザインちょっと分けられてるみたいな若干分けられててまあ大きく2つに分けられてるみたいな感じかなっぽいですねよし じゃあもう外観はこんな感じで次行きますか次は次どっち行こうかね次じゃあもうここ行こうここ行ってまたこっち戻ってきますねよーし着きましたここですねなんぼするんやろとりあえずお三3万5千ちょっと跳ね上がりましたねさっきのよりおもしかしてガレージ付きこれ ちょっと入れてみましょうか。い入れれるかどうかもわからへんけど。なんかガレージっぽいのないなんか。おー、使える初のガレージや。なんで書いてるのこれ。トランスパッセンジャーズウィルビーショット。あ無,無断侵入したやつは撃,つ撃たれるよと。発砲するよと。で、多分内装は同じ。こんな感じでね。はい、同じです。ですけど、ガレージあるだけでかい。 初のガレージやなあでもガレージあれか一番最初の家にもありますねけどあの購入して使える家では初めてですねじゃあさっきのとこ戻りましてこっちから行きましょうかじゃあこっちから行きますはい次こっちですねおここもちょっとでかいおガレージあるやんこれも多分これもガレージやな えー、4万ドルはいさらに上げてきましたよ価格をよし購入完了いいですねでガレージ使えるかやってみます多分いけると思うけどなあほらほらほら OK でもさっきの方がちょっと大きいですねさっきの方があの安いのにね5000ドルぐらい安いのにさっきの方が若干広いですねガレージそんな感じします まあもう見ても変わらんすねやっぱり変わらんないですねうん同じって感じ多分買えてくれるのは都会に都会で購入した時ぐらいかな田舎も全部内装同じって感じまあでもねこんなたくさん家買えるっていう要素があるだけでも楽しいですからねじゃ次はこの近くかなこの近くのこの 民家っぽいところ。み、なんていうのまた農家かなこれ。じゃあ早速行ってみますね。はい、行きましたよ。こちらにやってまいりました。おおちょっとなかなかいいんじゃないこっちにね、サンアンドレアスの町が見えるんですよね。一望できるんですよね。こう回っていくんか。結構ね、丘の上にあって、立地はいい感じですね。ほら。 なんか入り口とかも結構おしゃれにしてあるほう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 なるほどこういう感じで、ね、横に伸びていくタイプね2階はないと12万お結構高いなじゃあ買いますはいプロパティボード物件購入完了じゃあ入っていきますね今回はでも田舎じゃないと思うんでおお変わった変わった お、ちょっと広くなってるこれあ入れるあ広い広いあ今回めっちゃ広いおお、バスルームあるちょっと生活してる感が出ましたねなんかバスルームトイレありますこっちはあ書斎みたいな感じかなあベッドもあるなるほどねあベッド2つあるベッドルームこっちは えー、3つあるやんすげえゲストルームみたいなのめっちゃあるやんこっちはキッチンとねいう感じででキッチンでセーブができますとでまあリビングダイニングみたいな感じかないいですね結構生活してます感が出てますねでまあさっきのねあの入れるとこはクローゼットなんで同じですね ガレージは一応見ときましょうかおおほうほうほうほほまほまあまあまあ,まあ、まあ、車一台分って感じやなこれはまあ車内おいおおプールあるやんプールプールありますよ皆さんやったーな腰まで腰というかもう膝までやけどお子ちゃまプールやけどでもあれだけで全然違いますからね外観的にも でここに出ると一望できるとサンアンドレアスの町が最高の立地じゃないですかこれこれ多分結構いい家なんじゃないかなこのゲームの中ではじゃあ次行きますね次はもうここら辺全部買ったんで上の方北の方全部買ったんでえー、っと勝ってないとこここがまずじゃあここ行きましょうかはいここら辺ですね なんかサンアンドレアスの街久しぶりに戻ってきた感じありますねなんか田舎にほっぽり出されてねそこにいたら結構長く感じるんであれこっちはどう行くんやろう多分この物件やろうなこのアパートの一室って感じやろうな多分おでもプールついてるやんプールついてるから結構いいですねなんかあまりなんか安っぽい感じはしないというかさあ 買ってい,きましょういくらかででんあっ、1万安。<laughs> 安。まあいいですよ、1万。全然。こういうね、プール付きのとこが1万で手に入ると。いうね。じゃあ、中、行ってみましょう。おおちょっと違う、やっぱり。都会はちょっと違いますね、田舎と違って。ちゃんと別々のデザインがありますね。これ、ダイニングですよね、これ。おここは リビングかほう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 談話室みたいなねでここがもうベッドルームって感じですねでこっちがこっちもベッドルームとあれキッチンあったっけあキッチンここかあキッチンあったわ <laughs> 一応クローゼット入ってみますけど絶対同じですよねあ同じは同じ同じですね、うん、だってクローゼット作り込む必要ないもんな 十分満足やしこれでもよしじゃあ次はどこですかねえー、あビーチの家行きましょうか海の家海,海の家言ったらちょっと違うけど行きましょうかビーチのそばの家行ってみますさあもう着きますよおっとこっち入っていくかいいねもうそれだけでもテンション上がるえあるかあるか おいめっちゃ楽しくなってきたよなんかやっぱビーチのね近くの家ってだけでかなりテンション上がりますね実際買う,に買うのはちょっとね実際の世界で買うのはちょっと検討しますけど悩みますけどえこのお家が3万お買い得まあまあ広いやんしかも3階まであるでまあ多分内装的には1階しかないはず あ一緒かさっきの家とはいはいはい一緒ですね OKOK、OK OK、まあでも十分ですよ十分楽しい家外出たらね目の前いっぱいにね海が広がってると最高しかも遊園地もあるしいいですねあの家の中入ってみると結構ね異空間とつながってて 全部同じ内装というね、謎の仕様ですけども、まあ、構いませんよ、そんなことはね。そんな細かく気にしない。GTA6 ぐらいでそのあたりね、めっちゃやってくれたらいいですけど。じゃあ、次が、ここかな。ここ行きますね、じゃあ。ここ買いに行きましょう。はい、もうすぐ着きますよ。ここ空港の近くなんですね、よう見たら。空港のもうすぐ前の土地ですね。 その土地買っていきますよ土地購入しに行きますよ。ほら、空港の、あの、なんていうか完管制塔かなが見えますね。よし。じゃあ、お値段はお、安空港の近く安一1万。はい、購入完了。最高。じゃあ、入っていきます。多分同じ。<laughs> 多分同じ。うん、多分同じだな。はい。 同じでしたねこれなんか一軒家みたいな感じですねで次が最後かなこれ今回最後ですね今回最後のセーフハウス最も自分の当初の一番最初の自宅に近い場所にあるまあこれはね期待しないです <laughs> これはね一回見た,こと見たことあるんですけど まあ結構安っぽいというかね、まあ、まさに安っぽいっていう感じはしたんでおでも前来た時と違ってあれですよね前おった時と違ってギャングに襲われないっていうのが今回結構いいですねあ襲われるわはいじゃあ、えー、もうすぐ着きますねなんか久しぶりやなここもさっきねギャングに襲われて死にかけましたよし 最後の物件購入ですね。今回ね。よし、1万。いきますよ。ほ、はい。はい、めっちゃ普通、最後。最後、めっちゃ普通やけど。うん、こんな感じですね。じゃあ、中入っていきますか。中は、よー。あ、あそこや。あそこと同じや。ここですね。あの、僕が競馬の時に使ってる、この家。 と同じないそうです、ね、ほいほいほい OK ですじゃあこれで終わりですね一応ね収録だけでは30分ぐらいかかってますねやっぱり <laughs> 家買うだけでね <laughs> 家買うだけの単純作業でも30分はかかってるまあ,あの編集とかねしてカットすると結構だいぶ短くなると思うんですけど、まあ、せっかくなんでじゃ番外編みたいな感じで 最後デートしときますか <laughs> せっかくねいるんでちょっと親密度上げておきましょう上げていきましょうもうだんだん来た彼女が好きそうな場所やあそっかこの車乗られへんねやじゃあこっちや,や行きましょうよ名前何か忘れたけどもう <laughs> 彼女の名前忘れた <laughs> え 彼女が敵のギャングを撃ちたがってるどんな彼女やねんマジでマジで言うてるじゃあ撃たせてあげよう殺したで人 <laughs> 彼女人殺したでやばいなお彼女頼むわこいつこ警察来たらどうすんのやろうなえ もうええのもうええの血気盛んやな CJ の周りはみんなよしまたデートに誘ってほしい OK じゃあまあそういう関係になるのはまだみたいですねまだまだみたいですねよしじゃあまあ今回のデートはおまけとしてねじゃあ <laughs> なんかすごい回やったけど最後じゃあね、えー、今回は自宅買いましたと ちょっと総括してみますか、まあ、ここを変えましてそう勝ったところはこういうふうにディスクマークになるんですよねディスクがセーブできますよっていう感じで、まあ、全部変えましたねもう緑色の家はもう存在してないですねここら辺はでこっちになってくると赤色の家はねまだ変えないんでねこっちは、ね、サンフィエロっていうらしいですけどでこっちはもう当然のごとく変えないと。 いうことで真っ黒ですけど、まあ、一応ね車で空飛ぶ車で1周してるんであれですけど、うん、こんな感じですねよしじゃあ今回はこれで終わりたいと思いますでは次の動画でお会いしましょう。